はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。数字化カンナでございます。本日は、バトルスプリッツのパック開封ですね。ライズオブライバルズを一箱買ってきましたので、開封していきましょう。いつもながらのですね、私の声後付けでございます。まずですね、あれです、ボックスの入得点が開封してますね、私。だいぶ手間取ってるな。3ミリ切ってるからね、なかなかパックがね、中身のカード切らないようにしないといけないのが怖いですね。デスト・ジースっていうね、コメディカーピントが合ってないね、絶妙に。絶妙ピントが合ってない。第3歳っていうデスト・ジースっていうカウントでね、コスト軽減できるっていう。今、カウント優先ですからね。ですね、欲しい、狙ってるカードはですね、ヨナルで、パーツ通りっていう、X レアのね、工事のカードと、ストライクジークブルームですね。我が家もストライクジークブルーム系のカードが欲しいなと思っております。まず1パック目。まあ、雑多のカード、好みのカードはあんまり見せないように、テンポ良くするためにね、好みとレア、レアはちょっと見るかな。っていう感じですね、好み。レアの絶妙なピントしてんな。ピントが絶妙ですね。とりあえずレアカードが出たらちゃんと見くようにしてますね。2パック目。もう2パック目か。結構いいな。結構いいな。結構いいのかな。なかなかね。ちょっとね、本当に高級デッキをね、最近組もうと思ってるんですよ。前段のも、動画化はしてないんですが、向いております。一箱半ぐらい向いたかな。なんか、なんて言ったらいいの、伝わるかわかんないけど、アイヌっぽい感じの、キャラクターが好き。出たよ、ヨナルで。ヨナルで。図通り。パズーが出たよ。やったね、パズー。パズーとね、なんかエムディアの、なんだったっけ。エナー工人が1個欲しいんだよ。で、テクシス、ごめん、もう一回言うね。テクシスカトルっていうね。カトルの幅は、カトルが欲しいんだよ、カトル。この2枚がね、最低でも欲しいかな。あと工人、ちゃんとね、仕分けてるのがね。こんなもっとちゃんと早くね、仕分けてるんだけどね、使うカードと使わないカード。ちょっと待てよ、ストライク、ストライクだよ、みんな。ストライクジークブルーム。わかと、ストライクジークブルームが来たよ。震えてんね、手が。やったね。結構ね、私は、後付けの私はね、何が出たかよくわかってるし、手元にカードもあるんですけれど、結構良かったし。手がいいのか、店員さんがいいのかがわかんないけど、ちゃんとね、いいカードは出ました。言わないけど、まだ。いや、でも、我が友が出たのは嬉しい。普通に、入れる、入れないは友格として、我が友が出るのは嬉しい。アニメ見てたぜ、ですからね、私なんて言ったって。バトスピのアニメはね、最初の初代、マシン突破から見てますからね、私。正面突破で世界界トータルまで見てますんで。さあ、まあ、出ましたね。言えない。カトルラババ。カトルくんが出ましたね。光獣ってね、なんか、クレーカーだとか結構私好きで、よくあるじゃん。10円コーナーとか、ああいうところ探したりとかね、カバーになってて。3つで300円とかになってるやつとかも結構買ったりはしているんで、古いカードをね、何個か持ってたりはするんですけど、工場ってなかなかね、なかった。持ってるカード結構探したりもしたんだけどね、なかったね、なんか今チラッと見えたね。見せ方が下手っていうね。はい。ククルカン、グランドウォーカーネクサスのククルカンですね。作らないけど、まあ、ちょっと気にはなってたカードですね。来るか。
った、あった。あったって、私が今見てるわ。ブルーさん、ヨージャーか。ヨージャー、平安大祭だった。あ、次の幕見てるけど。なかなかね、ブルーさんか。あんま作る気ないな、でも。で、これですね、リバイバルの、旅団の摩天楼ですね。旅団の摩天楼自体は前のカードを持って、フレームをリバイバルになってない方を持ってはいるんですが、ちょっとね、決勝な、決勝、ケイカー決勝の、そこね、ネクサスなんでね、ちょっとね、若干あれですね、腕が疲れてきて、見切れかけ、見切れる時が多くなってきたな。腕疲れてきてるんだろうな。あと、あれですね、カバン。カバンを抜けますね、とりあえず。もうね、不慣れなのか、丸分かりだよね。リバイバル、欲しかった2、3枚はもう出てる。あと何が欲しかったっけなぁ。リバイバル、何があったっけなぁ、ね、今見よう。だいたいでもまあ今回のこのパックだけで欲しいのは揃ったので、買い足しはなしでいけそう。来月がね、コラボブースター各にガンダム。シャーズナブル、私の大好きなシャーズナブルが来るんです。クワトロバジーナの方が好きなんだけどね。一緒やけど違うんだよ。クワトロさんの方が好きなんだ。クワトロさん入ってないらしいけど、ぽいぽいけどね、らしいぽい。本当に見せ方が私下手すぎて、ね、あ、出ましたね、契約スピリット。テラールさんですね。ちょっと胸ピントがね、若干合ってないね。ちょっとピント合えばいいんだけどね。ティラードさん。翼竜か。翼竜。赤の翼竜。赤デッキいっぱいあるんだよな、今。なんかね、作ってるデッキが多くてね。ちょっと何欲しいって思った。なんか新しくさ、ゴンダムから六絶神っていうのが入っ、ダブル X レアで入ってるから、ちょっと気になってたけど。まあ、ここまで欲しいって言われたら、まあ、持っておきたいなって思うけど、あ、ごめんね、カメラ当たったんだ、この時。カメラに当たっちゃったの。カメラ台がね、曲げて自由に動かせるタイプだからね、当たるとファンファンするんだ。さあ、これが、そう、ペンタン。ペンタンもね、ちょっとね、作りたいって思ってるけど、パーツがね、あまりにもなさすぎて、手持ちペンタンが。初期ペンタンしかない。初代ペンタンとかさ、女帝ペンプレスとかしかなくてさ、ブラックホール、ブラックホール。あとね、好きなカードっていうかね、デッキ破壊が好きなの。最初のカードね、デッキ破壊が好きだからさ、ゴーレムデッキが超大好きで。あ、出ました、X レアですね。オラクルスピリット。めっちゃあれやね、今読みよるけど、映ってないね。で、あー、めっちゃブレてる。めっちゃ当たってる。さっきのはですね、ちょっと画像は、まあ、ググってもらったらいいかもしれませんか。なんつったらいい？ね、オラクル21級、14、ザ・テンパランスですね。テンパランスがさっき出ました、X レアです。緑のやつね。緑のワシさん。あれがテンパランスですね。テンパランスもまあ、カウントか、カウント系の。今手元のテンパランス。って寄ったら次が来た。次ですね。アクシトさんです。幼者のエクセリアですね、新しい。カウントエリアに、ソウルコアがある間。カウントエリアにソウルコアって行く？新しいカードでそうなの？新しいカードって何？カウントエリアにソウルコア置けるようだった。そんな不思議なことができる。封印とか、帰ってくるの？そのカウント、ソウルコア。ソウルバーツってね、何だったっけ？何だったっけ？なんかあったよね、ソウルコア除外するとかいう、ああいう感じなのかな。
一回しか使えらんけどめっちゃ強いよみたいな。解放やから、ごめんね、アクシドさんの効果で解放ってあるけん、あれやね。結局、来る感あっての、ありきって感じかな。頑張ってな。頑張ってな、私。テンポ上げてんな。やっぱりね、X レアとかね、あの手のが来たら、あと、このいつ、鳥も高重なんだけど、今見てな。今見てね。仕分けてないなぁ。あとで仕分ければいいかって思ってたから、今仕分けながら、お前作ろう。結構ね、どうしても、契約スペイントが増え、契約スペイントの使い方があんまりまだ分かってなくてね。うまくね、もうあれか。あ、もうラスト一泊って、あれ私がいらん話してる間にラスト一泊って言ってるけど。早くね飛ばしたんでしょ。あれ、僕はできてないとかないよね。え、いや、まあまあ、ええわ、ラスト一泊です。気づいたらラスト一泊で。やっぱりね、ハサミ使ってね、パック配布してるから、テンポ悪くなる。いつもあの切り口からバーってやっちゃったりさ、後ろからメリッティ開くタイプ、開けれるんだけど、手袋してるとね、なかなか開けれなくてね。で、最後ですね。マジック。オーバーテンパラスですね。テンパラスがおったら、なかなかいい効果持ってますよっていう感じだね。ということで、結果。結構、まあ、X レア出ました。欲しいものが出たのが、まず何よりだよね。契約スピリットが1体。で、ククルカンに、あ、ここですよね。ここ。あ、こっち使うカード。で、ワークトーモ。ストライクジンプルーム。全然ピント合ってないけど。で、ヨダルで、まずパズ。で、最後、デストチーズ。一旦に終わりました。はい。いかがだったでしょうか。ちょっとごめんね。完璧にね。完全にね、もうピントが合ってないね。ピントが合っておりませんが、エクスレアがね、結構出て、使いたいカード、欲しいカードが出ましたので、欲を言えばね、ストライク、ジークブルム系の降臨カードが出ればもっと良かったですけれども、まあ、そこは仕方ないですね。一箱です、ね。ということで、いかがだったでしょうか。今回は初のあれですね、パック開封というものをやってみましたが、まあ慣れないところ多かったと思いますが、契約編第3弾、ライズオブライバルズを一箱開封してみました。よければチャンネル登録、ツイッターフォロー、高評価、並びに、などなどよろしくお願いします。また次のパックや古いパックがね、買えたらね、開けてみたいなとも思っております。まあ手に入るかどうかの問題ですけれど。来月のね、ガンダムのコラボブースは、200個買いすぎかな。ターボほど買えたらなと思ってます。買えたらね、お一人様一箱って言われたら、もう一箱で断念するけど。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。